こんにちは。リモートワーク研究所、池友です。本日は GPT-4 脅威の5つの可能性と題してお伝えします。今日3月15日の日本時間だと午前ぐらいに OpenAI の共同創業者の方が GPT-4 のデモ動画を上げていました。これ概要欄にも YouTube のリンク貼ってありますけれども、で、これライブだったんですけど、後からライブを見ることもできます。で、この内容が面白すぎて、これはもうすぐに動画にせねばならんということで撮っておりまして、まあ、この今回紹介されている動画の内容を実際映像を一緒に見ながら振り返っていければな、確認していければなと思うんですけれども、この動画を見ることによって、GPT-4 マジやばいなということが、僕もさっきびっくりして、テンションめちゃくちゃ上がって動画を撮ってるんですけど、一緒に体感することにより、もう世界本当に変わってくるなと、こんなこともできちゃうんだということが分かり、これからの世界、どうやってこれを活用していくのかという気持ちにガラッと変わっていくんじゃないかなと思うので、ぜひ一緒に確認していきましょう。で、内容こんな感じで、まず可能性1、落書きからコードやウェブサイトを作る。可能性2、画像も認識できちゃう。可能性3、複雑な税金計算も。可能性4、教育の文章能力。可能性5、有能なプログラミングアシスタント。そして最後に考察と学びを考えていきたいと思います。で、これ順番は僕が驚いた順なんで、ちょっと本編の動画とは順番違うんですけど、僕がこれやばいなと思った順に確認していきます。このチャンネルリモートワーク研究所は、リモートシェアに欠かせないツールやノウハウ、最新情報をお届けしています。定番ツールをゼロから学ぶコンテンツ。プラスアルファのテクニック。そして、チャット GPT や GPT-4 などの先端のニュースや動向をお届けしているので、もしよければぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。ということで、まずは可能性の1。手書きの絵から、もはやウェブサイトとかコードを作れちゃう。早速動画を見ながら、どんな感じか確認していければと思います。さて、手書きのジョークサイトがありますよと。で、この手書きで作っているジョークのウェブサイトを、写真で貼り付けますと。写真撮りますと。で、これ写真撮ったやつをどうするかというと、チャット GPT に投げて、で、この真ん中のところですね、ちょっと見にくいと思うんですが、Write brief HTML to turn this mockup into a colorful website。ウェブサイトに変えるための HTML 作って、で、画像を一緒に貼り付けてます。で、そしたらこれがどうなるのかという話になるんですけれども、実際にさっきの画像が、ウェブサイトのコードになりまして、できちゃいましたと。で、さっきのこの手書きの画像を実際 HTML をコピーして、HTML のところに貼り付けると、実際今画像にあるような HTML のウェブサイトができちゃったと。そういうことですね。もともとは手書きのこれでしたと。これがただ GPT-4 に指示してサイト作れというだけで、実際に動くこういうウェブサイトになっちゃってますよ。というのが最初のデモになります。個人的にはこれが一番びっくりしました。これはやばいなと。手書きの絵からコードができちゃうと。で、これ今回は手書きの絵を HTML にしてくれということを言ってるわけなんですけど、もちろん HTML だけではなくて、この手書きの絵をもっと違う形にしてくれとか、本当に綺麗に絵に描いてくれもそうかもしれないですし、この絵から Excel のコードを作ってくれとか、この絵を分析して何々してくれ。コードに限らず、手書きからいろんなものが作れちゃうと。実際仕事においては手書きで資料のこう形を作って、これを実際パワーポイントに直してね、みたいなことを今仕事上で、こう立場が上の方なんかは部下に指示してやったりしていると思うんですが、そういうことがもはやチャット GPT-4 を使うと、GPT-4 ですね、を使うと現実になりつつあると。もうなりつつあれば現実になっちゃいましたね。ということで、もうこれめちゃくちゃやばいなと。いうのが可能性の一つ目。手書きの絵からいろんなものに変換できちゃうと。続けて可能性の二つ目。チャット GPT とか GPT3.5 の段階では基本的にはテキスト文章だったんですけれども、もはや画像も認識できちゃうと。しかも、ちょっとこれ今回画像認識を Discord というチャットツール上でやってるわけなんですけど、普段のチャットの中で画像を上げたらその画像の認識ができちゃうよ。というのはデモにあるので、これ見ていきたいと思います。で、これはですね、これちょっと見づらいと思うんですが、真ん中にこのDiscord 自体の画像が貼られてまして、で、この画像ってどういうものか具体的に説明してくれという感じの指示をこれ出しています。この真ん中のところですね。で、この結論というか文章内容がこちらになるわけなんですけれども、この画像をアップしたものに対して実際どういうものかというところで、このイメージは Discord のスクリーンショットですよねと。で、センターにはこんなことがあって、ライトにはこんなことがあって、っていうことをかなり詳細に説明してくれています。それをちょっと分かりづらいから、Discord というチャット上で画像を投げて、その画像の中身がさらに Discord のスクリーンショットでした。
で、その内容を説明してくれています。ちょっとこれはすごいんですけど分かりづらいので、もっと分かりやすい例に行きます。まあ、こんな、宇宙の飛行士のスーツを着ている人がスキー場で滑ってるというところで、これって何ですかと説明してくれということを言うと、今下にこれ説明文書いてあるわけなんですけど、このイメージっていうのは、宇宙飛行士がスキーのような形で滑っているランドスケープですよという説明が書いてくれています。でもう一個例が紹介されていまして、このリスがカメラを映ってる上、これって何が面白いのと、 What's funny about this image という質問をしてるんですけど、それに対してこれがなぜ面白いかというと、普通リスっていうのはカメラ使えないんだけども、それを手に持ってやってるのが面白いのよと。普通はリスナッツ噛んでるけど、そうじゃなくて、そうじゃない人がカメラを持ってるって様子が面白い雰囲気ですみたいな形で、画像の中身が分かっているだけではなく、その文脈というか面白さや中身の解釈まで、できてしまっているということが画像認識という機能になってまして、これもすごいなと。まあ、この画像認識力があるので、さっきの手書きから行動っていうところもできるわけなんですけど、こういう機能も備わってしまっていると。しかもこれが普段のこのチャット上ですねで簡単に行えるような導入ができちゃうので、例えば、Teams とか Slack とかチャットワークとか、もしくは普通に LINE なんかでも、こんな画像あったよねって送ったら、それを GPT にちなみにこれってどういうことって聞くと、普通に返信してくれて解説してくれたり内容を教えてくれたりすると。まあこんなことがもうすぐできちゃうというのが画像認識で、かつ画像認識が普段のコミュニケーションに埋め込まれているというところで、これ偉いこっちゃなということが二つ目にありました。三つ目、複雑な税金計算もできちゃうよということで、これも相当すごいです。実際動画を見た上で何がすごそうかを見てみたいと思います。まあですね、これはまあ、税金を計算したいですよということが書いてあって、で右側に条件として結構複雑な条件書いてあるんですね。誰々いつ結婚して、で子供がいて、なんちゃらかんちゃらでこうで、っていうのがこの状況として書いてありますと。で、この状況を踏まえた上で、2018年はどういった状況ですか、いくら必要なんですか、まあ、いくら免税されますかみたいなのが聞いてありますと。で、ここに対してどういうふうにこれを計算させるかというと、この前提としてこの指示に書いてあるこの上のところに税金の条件みたいなことが大量に書いてあるんですね。こんな感じで、要はこういう条件だったらこうなりますっていうような結構複雑な税金の条件の文章を前提条件として書いてまして、このケースならこう、このケースならこうということをこちらに貼り付けています。で、これを貼り付けた上でこの条件に基づいて計算してくれというと、どうなるかというと、計算の結果が返ってくるとこれこれの条件に基づくと、この条文を確認したところ、こういうことですよねということで、なんでこれがこの金額なのかという過程も含めて説明してくれちゃってると。まあこれは今回税金の計算という例で書いてあるわけなんですけど、もちろん法律であったり、もっと複雑な数学であったり、要は何かしら条件を設定して、その条件に合うかどうかみたいなことを簡単に確認ができるということかなと思うので、この条件を事前に設定し、それに基づくと今これは何ですかっていう、かなり複雑な専門家でも読み込まなきゃわからないことが、このように理由も含めて解説、答えが出ちゃうということになっているということですね。さらにですね、もうちょっと進みまして、で、実際、いくらなんですかってことを計算しろというと、このように仮定をちゃんと明確にして、どういう理由でいくら計算が必要なのか、いくら税金が必要なのかってことを計算してくれちゃってると。で、これがあることで、実際自分で確認しに行って、まあ、動画でもまだ完璧ではないって話がされてるんですけど、過程も明確なので、どこの部分が間違ってるかなんかも、こういうのだったら分かりますよね。ということで、こんなことまでできちゃってると。こういうのって、やっぱりある程度前提条件とか知識がなきゃできないので、専門家の必要性があったわけなんですけど、そういったことも事前にインプットをこのようにするだけでできちゃうということで、やばいというのは可能性3ですね。可能性の4つ目、驚異の文章能力。これはめちゃくちゃすごいんですけど、まあチャット GPT の衝撃に比べると、あ、よりレベルが上がったなっていう感じではあるんですが、まあ確かにすごいので見てみたいと思います。何がすごいかというとですね、まずですね、この最初がこれチャット GPT、GPT3.5 の例でして、ある文章があって、この文章を、字幕を消しますね、ちょっと。この文章を、G という
アルファベットの言葉だけで訳せという指示を出してるんですね。ごめんなさい、画像がちょっと違う。この脅威の文章能力ですが、まずこれ最初の指示としては、GPT3.5 にこの文章をサマライズしてくれと。で、すべてのワードは G という言葉から始まるようにしてくれ。っていうことを 3.5 に指示出してるんですけど、残念ながら 3.5 はそこまでできなくて、G じゃない言葉も使ってサマライズしてくれと。で、サマライズの内容自体は悪くないけど、やっぱそこまではできないよね。という感じだったんですが、GPT-4 でやるとどうなるかと。GPT-4 で同じことを指示するとどうなるかというと、今出ているような感じで、ちょっと見づらいかもしれないですけど、GPT-4 Generate Groundbreaking Gradius Gains かな ?Greatly Galvanizing Generate Tize AI Goals というので、本当に G で始まる言葉だけで文章をサマライズしちゃってるんですね。ここまで文章能力が上がっちゃったと。で、これ次の例がですね、じゃあ次は G じゃなくて A で始まる言葉だけで略してくれと。どうなるか。このような感じで GPT achieves advanced advancements と、実際 A で始まる言葉だけで訳してくれちゃってると。じゃあ次は Q で始まる言葉だけで略してくれという同じことを指示だ。そしたら Q で始まる言葉だけでサマリーを作ってると。いうことで、まあ、ありえないぐらいの文章能力を保持していて、人間がこれやろうと思っても大変じゃないですか。言葉も思いつかないし、要約しようと思うとニュアンスも含めて、こんな高度な文章生成能力、おそらくほとんどの人はないと思うんですけど、もうできちゃってるよ。というのが脅威の文章能力として、これまでの GPT3.5 ではできなかったけど、4ならできるぜ、という感じで紹介されています。で、さらにですね、文章能力としては、これはもしかしたらある程度 3.5 でもできるかもしれないですが、ある文章があった場合に、ある文章と GPT-4 のブログの共通点を見出せと。一つ、この文章と GPT-4 のブログにある共通のテーマっていうのを見出してくれ。ということをやると、このような感じで、この文章と GPT-4 ブログは両方とも、Making Advanced Technology を More Accessible、User Friendly にするということに共通点があるのよ。というふうに共通項を見出してくれると。で、最後これ動画で面白かったのが、いやいや、あんまりこれインサイトフルな共通点じゃないんで、もうちょっとインサイトフルにしてくれということを指示すると、さらにもっと具体的に細かいこの2つのブログと記事の共通点というところを抽出して表現してくれると。まあもうこのぐらい驚異的な文章能力、要約能力、トピック抽出能力が備わっているということがデモで言われていまして、まあこれはこれまでのチャット GPT が出た時の衝撃とかなり似ているわけなんですけれども、レベルめちゃくちゃ上がっているということですごいというのがございました。そして最後、有能なプログラミングアシスタントと。で、これもチャット GPT 段階ですでに相当すごいなと思っていたので、さらに能力上がってるって話になるんですけれども、実際見てみたいと思います。これはですね、AI のプログラミングを作っていると。で、Discord というチャットツール上で、チャット GPT の能力を使えるようなコードを作ってくれということを書いています。あなたは AI プログラミングアシスタントで作ってくれと。で、作りたいのは、Discord 上で動く GPT-4 を使った API を使った機能であると。で、この中でちょっと面白かったのは、結構そのプログラミングって仕様が変わるので、チャット GPT とか GPT で2021年時点の情報で最新情報がないと。なのでどうしてるかというと、この上側の方で新しい情報はこれですよというのを文章で入れた上で、そっちを噛み込んだ上で、まあ解釈した上で作ってくれというふうにやると、このような取り組みの指示ですね。何をするかって指示と具体的な行動が出てくると。まあ、この辺はすでに今のチャット GPT のレベル、GPT3.5 でもできているものもあるわけなんですけど、より解釈力が上がったりできることが増えてますよと。で、さらにこのデモでは、これコードを実際動かそうとエラーが出ると。で、エラーが出た時に、エラーの文章をコピーして、さっきの途中の追加で、このエラー文章を入れてあげると、どうなるかというと、このエラーを解消したバージョンを作ってくれたりすると。これは今のチャット GPT もできるんですけど、こんな感じで解消してくれるよと。で、さらにですね、自分の環境を含めて、またエラーが出ると。で、自分は、ね、Jupyter っていう環境を使っていて、これどうしたらいいのっていうふうな質問をすると、そこに合わせて、また新しいのを作ってくれると。ということで、
この動画の中でも結構ミスがあって、いきなり完璧な正答がバンと出るわけじゃないんですけど、こういう風にステップバイステップでこんなエラーがありました、じゃあこうしましょう、こういう環境だから違うって言われてます、じゃあこうしましょう、という風にアシストしてくれてめちゃくちゃ有能ですよね。これをちゃんとやってもらおうと思うと、横に張り付いてもらって教えてもらえなくてできなかったことが AI に横についてもらうような形でアシストしながら作っていくことができると。こういうのがあると、やっぱり自分自身もサイトをこのチャット GPT を使って、 GPT-4 ではなく 3.5 でやってるんですけど、特定のことに対しては観点がないので、何を調べたらいいかそもそも分かんないんですよね。そういう時にアシストしてくれるとめちゃくちゃ楽で、言葉さえ分かればそこから検索することもできますし、ヒントが得られるだけでも物事が進むんで、めちゃくちゃいいなと思ってるんですが、それがさらにレベルアップしますよというのがデモで訴求されていました。ということで、ガッとこの5つの可能性を上げてきました。ここまでが動画の紹介で、ここからが自分自身の考察と学びになります。1点目は、まずはもうチャット GPT で受けた衝撃を凌駕する能力を持っちゃってんなと。特に個人的にやっぱり一番びっくりしたのは、まず画像からコードができることで、画像を認識し、どういうものかを解釈した上で、しかもそれを実際に動くウェブサイトにもできちゃってると。これ明らかにウェブサイトだけではなくて、絵にすることもできるし、データベースの構造を作ることもできるし、いろんなアウトプットにつながることは間違いないわけなんで、もはや手書きである程度のイメージがあれば、それを伝えるだけでいろんなことを AI が勝手にやってくれちゃう時代になったかなと。ビル・ゲイツも言うだけで絵が描けちゃうということをインタビューで言ってましたけど、もう本当にできちゃってるなということで、もうこの可能性たるや本当にすごいことになるなというところで、すごい衝撃を受けました。2つ目、今回デモが基本的にディスコードっていうチャット上で GPT を動かすっていうのは結構長い時間使われてたんですね。もうこのような感じでチャットとかメールとか LINE とか日々の使ってるコミュニケーションの中に AI が入ってきて普通に使ってる。人に相談するかのごとく AI に相談するっていうことがデモでも行われていて、デモでやってるってことはそういう絵を描いてるからあえてやってると思うんですよね。わざわざプログラミングのページじゃなくて、ディスコードというチャットツールでやってるのは、それを起としてるんじゃないかなと思っていて、日常生活への浸透っていうのがもうどんどん進んでいくんだろうなと。気づけば普通に AI に聞いてる。Siri を使ってるかのごとく、Alexa を使ってるかのごとく、GPT 使ってるっていうのは、本当にそう遠くない未来に起こっちゃってるんじゃないかなと感じました。そして三つ目。こんだけの能力があって、例えばさっきの文章能力。G で始まるアルファベットだけで文章を予約しろ。こんなことできないじゃないですか。人間には。めちゃくちゃ考えて何時間もかかると。あとは税金の計算。あれも専門家に聞かなきゃわかんないですよね。自分で調べてやろうと思ったら何時間もかかると。そんなことが、ちょっとこういう使い方をしてるだけで一瞬でできちゃう。AI 使えるか使えないかで仕事の能力に致命的な差が生まれてくることは間違いないと。であるならば、やっぱり AI を使う側に行かないと。AI って難しいから分かんないよねと、あんまり使いたくないんだよね。この姿勢だと、まあこの数ヶ月とか数年ぐらいは今の資産でなんとかなるかもしれないんですけど、もう遠からずレベル差がつきすぎちゃいますよね。刀で戦ってるところから拳銃の時代になっちゃったら、刀じゃ基本的には勝てないじゃないですか。もちろん勝てるシーンもありますよ、あるシーンでは。でも多くの場合は負けるということになっちゃうんじゃないかなと思っていて、決定的な差がつけられないように、もしくは自分がつけるように AI をどうやって使うかっていうことを真剣にやっていかないとやばいなということを今日改めて感じました。ということで今日の内容以上になりまして、最後にこのチャンネルのおすすめコンテンツをご紹介します。イーロン・マスクとかビル・ゲイツとかオープン AI 代表はどんなことを考えているのか、インタビューを要約した動画を紹介しています。チャット GPT を使う上では質問文の作り方が鍵なんですけれども、どんな風な質問をするといいのか、こういうものをまとめています。またもはやスプレッドシートや Excel でもチャット GPT の機能を使うことができまして、どんな風に使うのかをご紹介したりしています。で、今紹介しているのは全部 GPT3.5 の前提だけですけど、 GPT4 になってさらにこれら紹介しているものがレベルアップしていくことは間違いなく、まあこういった動きはもう自分も面白いですし、いち早くお届けして自分も届けることで習得しなくちゃという危機感で正直やっているので、そんなことを一緒にできればなと思っています。このチャンネルではこういった最新の情報であったり、あとはこれを具体的にどういうツールで使うかとか、使い方があるのかみたいなことをおそらく相当早く、なるべく分かりやすく届けようと思っていて頑張ってやってますので、ぜひチャンネル登録お願いできれば幸いです。また今日の内容で思ったこと、感じたことあればというか、めちゃくちゃ皆さんあると思うんですけど、ぜひコメントいただいて一緒に考えていけると自分自身の学びになると思いますし、私もすごい参考になってモチベーションになるので非常に嬉しいです。ということで、またお会いしましょう。リモートワーク研究所ではリモート時代に活躍して稼ぐための
ツールの使い方やノウハウをどんどんご紹介していきます。ぜひチャンネル登録していただいて、私と一緒に学んでいきましょう。